今日も一日お疲れ様でした。ケントゥですということで、今回はですね、またまたやってきました、こちら P さんのお家で男3人深夜飯の様子をお届けしようと思います。ウィス、はい、撮影してます。元気出して。雨だ、小林だ。小林はぶち殺さなきゃいけないんだ。やばい、人格が変わってる。戻った。いやー、もうあれですよ、何時今、1時半ぐらい、もう時計も表示されないぐらいになっちゃったけど、腹減りましたよ。それはそうなんですよ。ちょっとね、最近僕がガチでハマってるやつあるんですよ。何？まあ秋なんでキノコ美味しいんですよね。キノコとその鶏肉を使ったパスタがあって、いやでも待って、ケンって俺らこれ撮影するにあたってさ、鬼ほど雨降ってきたんで。はい、降ってきたんだよ。今から買い物に行くの大変だよね。もう買ってやる。だって買い物行ってきたって今自分で言ったじゃん。そんなケンって何ガスカードあげるよ。いや、何の、いや、あるけど、なんかようわからんままとりあえず刺すやつあるけど。いや、じゃあもうパッと作りますんで。俺らじゃあ米とか炊いとく。パスタと米食おうとしてる。こうって一応あるからさ。ああね、じゃあもう炊けるもの炊けますか。知らんけど。こんな狭いところで。どうぞ。はい、どうぞって何。あ、俺こっから出るボケするわ。こっから使います。いいだろ。いやもう楽勝っすよ。ただ鶏とキノコ焼いてパスタにするだけなんですけど。うん。これ色大丈夫？大丈夫だよね。なんか白い。ギリギリ。黄色くない？なんか黄色い。あ、出た。これね、ちょっとね、俺の最近のポイント、こだわりポイントなんだけど。うん。もうさ、鶏肉を、すいません。緊張して火つけてなかったです。火の音すごくない？マジですごい。なんかさ、なんか爆発。まあ行きますわ、ね。はい。まあこれは普通よ。普通にこう焼くなんですけど。焼くなんだけど。これで普通に入れても美味しいんだけど。うん、ここにね、アルミホイルをさ、外せての。はい。おもしを。何それ、乗せるん。寄ります。お餅乗せんの？これで5分ぐらい放置します。それ何、自分で編み出したの？編み出した。多分やってる人いるかもしれないけど。え、これやるとどうなるの？なんかね、パリパリ感が増す。この密着するさ、麺が増えるから。はい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 。ちゃんとしっかり焼けるん。これは初めて見た。これね、ハマってる。おもろい。全然出てこない。あの、僕やるって言ってた。怖いしな、俺、バーンってなりそうで。とんでもない遠い嫁しか隠れんじゃない？呼ばれるの待ってた。あれ、ピッツさんいないな、みたいな空気感が流れたら、呼んだってやりたかったのに、ね。何してんの？あ、なんか、遊んでました。こんなことしたら危ないよ。やられちゃうな。これでやりたいね。しばらくかかります。遊んでてください。遊んでていいの？遊んでていい。じゃあ、はい。一斉の。はい、4、2。指すま3。一斉のので0。一斉ので2。一斉ので1。指すま2。うぃー、負けた。マジです。なんでちょっとずつ違う感じでやるんだろう。ほんと数秒しか経ってないけどね。うわ、いいじゃん。いいじゃん。じゃあちょっと一旦これは。中の音になってる。休ませます。はい。お疲れ様でした。なんかどっか置いといてください。了解しました。じゃあ、あ、はい、どこ行くんだよ。この部屋何なの？わかんない。怖っ。休ませに行った。じゃあ次はですね、はい。あ、お待たせ。あ、早い早い。どこ置いたの本当に。ん？ちょっと奥の方に置いて。奥の方に。ガタガタちょっと言ってたけど、この鶏の旨味を残した状態でここでキノコ焼いていくっていう。おお、最強です。いや、もう適当ですよ、こんなのは。うわー、キノコが。これまだ火つけてないから、ね、
余熱でなんか勝手に言ってるだけだ。そうなんだ、うん、最近料理した明日、あのカレー作った人たちに。あ、この前材料買ってたもん、そうそう、ケントゥがまたこの間来てくれた時に、うん、カレーの材料ちょっとついでに買ったのよ、はいはい、久々に作ったけどね、ちゃんと美味しかったやっぱ。そう、ただね、ルーがね、あと3人前作れるぐらい余ったまあ、そうそう1回の料理では使い切れないよね。まあね、カレーは何日も続きますよね。そうだね、また食べたいな。結構量なるね。そうなんです。でもね、キノコってめっちゃ縮むんよ。そうだね、だから結局3分の1とかなんじゃないか。なんでキノコって縮むの？水分がなくなるからじゃないかな。そうなんだ。どうは？あ、あ、てるてんてるてん。妖怪のせいなのね。そうなのね。ウォッチ、今何時？ちょっと待ってね。待ってます。1時52分。るてん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 。ウィス。そんなんだっけ。やばいよ、1時52分でこんなことやってる28歳やばい、うん、何が妖怪だったかちょっとそれはやっぱ皆さんの目でやっぱキノコが縮むってことは、うん、あのつまり溶けるってことだよね。ポジティブポジティブ。これ最近さ、科学者とまではいかないけど、なんかその科学的に料理をするみたいな人のチャンネルを見てたんだけど、ほう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 、なんかキノコってうまみがえぐいらしいのよ、科学的に。で、そのうまみを動物性のうまみと合わせると相乗効果がえぐいらしい。へー、まさにそのチキンとそうキノコでえぐくなるんじゃないかという。一回じっくり焼き付けます。なるほど。ヤムリさん、間踊っといてください。踊るか。45秒何ができる、てってれてってれてってれて、45秒何ができる、君に好きだと伝えること、45秒何ができる。俺一回踊ったことあるんだよ。踊ってた、本当に踊ってた、うん、あのまだ2階があった頃に、うん、え、じゃあちょっとカメラ変わる。ああ、したら今度トモくなったんだか。怖いなこれ。よいしょ振られるよ、剛速球パスを。頑張ってる頑張ってる。俺が頑張って作ってあげますよ。さすが。オッケー。やっぱ血が違うからね。筋肉料理だからもう出ちゃうから。どういうこと？筋肉料理じゃ。だからだから何？ケンテの料理チャンネルって筋肉料理研究。筋肉料理研究家ですよね。違います。違いますよ。あれ。これ最後粉チーズこう振りかけるんじゃないか。違います。アメリカがなんか留学行ってないんで。あ、じゃあちょっとチキンいただいてもいいですか。あ、チキン。あ、ちょっと待ってね。はい。ヘイ、チキン。どこに立ってしたの。早っ早っ近っ。お待たせ。もうこれだけでうまいからね。そうだね。ね。もう料理やめる。やめちゃう。これ結構さ、ほら。このガリガリ感。うん。だね、すごい研究の成果です。これって、これはね、まだ火入ってないから完全には。あー、まあいいですよ、これで。はい、この状態でこの中に一緒に入れることで、うん、なんか鶏皮のさ、このブヨブヨした感じ、俺あんま好きじゃなくて、はいはい、一回こう、ガリッと焼いちゃいたいの。うん、本当にパリパリだよ、これ。プロの技だね。本当にもう、研究家の域ですよ。いやいやいや、俺本当はね、いつもはキッチンバサミでやってる、これ。なるほど。そう、そしたら、トングでこう、掴んでたら包丁もまな板も汚さずにできちゃうから、うんうん、とか、なんとか言ってると、なんとこちらのキノコ、だんだんと本当に三分の一になってまいりまして、伝わるかな、映像で。めちゃくちゃ綺麗な焼き色です。うわ、うまそうだ。もう本当お腹減ったよね。そうなんだ。結構減ってる。俺ら今日、奥売り上げたからね。そうだね。あ、そうだよ、ゲームでね。うん、20万本売ったんだから。そう、ソフト20万本。あ、まあ、はい、あ、いけんじゃない。おお、すごい。漏れましたね。ちょっと漏れたけど、燃えちゃいますね、これ。やばいやばい。やばい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 。まあ、何ができるか全然想像つかない。いやー、でもなかなか難しいんじゃない、この状態。なんだろう、メロンソーダとかかな。
なわけじゃん。とかできるんじゃない。意外すぎる。鋭いね。普段から料理やってるんですよ。なんだそこ。なわけ。メロンソーダにじゃなかったらなんだろう。まあちょっといいね。そのさばき。あ、やめちゃった。もうめんつゆだけです。うわ。あら。3地点回す1点さすがにちょっと回った煙くなってきたかもしれない。うわ、いい匂いするわ。米の方が良かったのか。丼にする。丼焼き鳥きのこ丼。丼ワンピースのね。ワンピースの丼とかけたってことみたいな。そう。でもワンピースとかかってないからね。かかってないですよ。ワンピースの丼とかくじゃあ20にかかってる。違う。でも夜食にしてはさ手が込んでる方じゃない？あ、本当？込みすぎ。まあでもカップ麺とかだもんね、普通。そうそうそうだよね、絶対すると。めちゃくちゃ手込んでる。しかも健康的だし。確かにね。確かに。鶏肉とキノコとめんつゆとパスタの麺だけ。俺だったらもうトッポ買ってきちゃう。トッポでね。トッポ5分茹でてね。そうそうそう。ちょうどいい。残るの、あの、筒だけじゃん。最後までチョコだけ抜けて。そこが取り柄なのに。最後のチョコ全部溶けちゃう。だってあれ、チョコの部分はね、あんまり食べる人少ないもん、ね。いやいや、そこ食べてんだよ、みんな。外いらないなって。なんか、こう一回お湯でこう、ジャバジャバジャバってやって。しゃぶしゃぶみたいにして。中身が出ない。中身を出してから食べるみたいな。絶対時間足りない。え、じゃあもっと茹でようよ。熱いかも。あ、あ、熱い持ち方変うまっ硬いでしょ。あ、ちょっと芯があるくらい。あと2分ぐらいいっとく。あと2分お願いします。リーさん、結構パスタのイメージあるわ。オッケー、じゃあいただきます。2分測っていやいや主観じゃなくていいのよ。どう、あと何分。あと2分だね。かぶるでできてんうん、この感じはあと2分だ。もう総意で出てんの先に。結構いい感じ。なんか変な変な画角。なんだよこのメガネ3人で。やばいよこれ。これ結構来てんちゃん。もう結構やわやわになってる。行くか、合わせるか。はい。だから。あ、もう来ました。あ、もういますね。行きます。行きますよ。やべやべ。急げ急げ。それ以上やるとブニブニになっちゃうから。もうだってこれぐらいでもいい気してるもんな。いや、もう入れちゃうよな。うわ、もう匂いが。バターとかあればね。うわ、バターはないんだよな。うわ、もうこれだけでもうまいと思うけどね、麺だけでも。うわ、さっきからいろんなのに言ってるけど、これだけでもうまいって。これだけでもうまいものを合わさればもう。合体させてます。これが夜食食わせてもらえんの、幸せだな、ケントゥ。本当だよ、ケントゥ。ありがとうね、みんな。本当にマジでよく、よく食え。本当にありがとう、みんな。本当に、マジで生まれてきてよかったと思って。テレテテ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 てんなの、てんなの、食べましょう、食べよう。ということでできました。やったー、一つ。なんかコップの数変じゃない。5個飲むコップと取り皿用コップということで、はい、一人いなかったから。できました。はい、よっしゃ、すごいそうです。すごく秋に食べないとダメパスタです。
ダメパスタね、通称。いや、ダパスか。すごい。ダメパスです。うまそう。うまそうですね。やっぱキノコうまいんよ。秋感じるね。いきまーす。いただきます。この辺が多分美味しいと思います。なんで？そんな麺をね、希少部位みたいなことになってる。後からちょっと足しちゃったからさ、そこの部分味薄いから、うまく調節してください。パスタってね、お腹のとこが一番脂乗って美味しい。魚じゃないのよ。骨のさ、ところの方が美味しい。ないのよ、骨ないのよ、パスタ。骨の周りに一番ね。パスタ生き物だと思ってる。いや、食っちゃってくださいよ。本当に美味しそうで。ちょっともうちゃんと肉とキノコをね、しっかりと。しっかり確かに。これさ、見た目もさ、匂いも美味しいからさ、素晴らしいよ。すごいよ、これは。よし、うますぎるんだよ。じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。うん、これはね、食べたら嬉しすぎて死んじゃいますダメです、やめてください。バンになっちゃってうまっ。おいしい。でもめんつゆだけだよ。うん、まあ塩コショウはしてるけど、まああともうだから己のポテンシャルのみで。うんま、鶏肉ねえだよ。めんつゆのさ、甘さとさ、うん、塩加減もそうなんだけど、鶏肉の焦げた感じの苦味も入って、うんうん、それがアクセントに入ってて、ね、めっちゃうまい。これね、麺足してよかったかも。うん、ちょっと濃いにしたの。そうそうそう、からその薄めのやつと絡めるとちょうどいい味付けが。これだからケントゥの料理はやめらんねえぜ。おいしいわ。うん、今2時ぐらいになるの。もうすぐね。いや、完璧ですね、この照明も含めて。ちょっと後ろベッド映っちゃってる。これマジでさ、このパスタじゃなくても、うんうん、なんだろう、マジ丼でいい。これをそのまま米と一緒に炊いてもうまいし。あ、確かに確かに。あとはね、うどんとかそばとかにも。そうだね、これさ、もうなんかスーパーとかでさ、鶏肉さ、なんかめっちゃ安く売ってんじゃん、うん、ブロックトーンで、うん、で、キノコとさ、大量に作っておいて、うん、タッパーで小分けにしたら、そうそう、いろんなのに乗せてみたいな。お得だし、やばいわ。めんつゆだけと思えない、うん、食べててお腹なってた。食べながらどんどんお腹が減ってる。お腹が減るスピードの方が早いよ、ね、あ、怖い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 。一緒に泡を立てることで埃を飛ばす中国のお茶の入れ方ね。止まんないわ。多いと思ってたけど全然普通だった、ね、うん、足りないわこんなん。ちょっとペンじゃねえや。うん、どうした？ペンまだ残ってるんで。ペンいる？いや、ペンはいらないです。俺ペンあるよ全然。再確認。ケントゥ、これいつ思いついた？なんかね、キノコと鶏肉が余ってた日があって、うん、適当に作ったら美味しかった。すごいじゃん。うわ、何回食ってもうまさになれないわ。うん、いや、俺やっぱチーズ合うと思うんだよな。うわ、いいね。やっぱこの中にさ、クリーミーさはないじゃん。そうだね。だからそれ足すことによって、うん、なんかね、バターとかあったらよりいいかもしれない。そうそうそう。だからお金持ちの方はちょっとバター入れて。お金持ちの方は。そう。あ、いい。でしょ？うん。なんかね、味がリセットされる感じがする。おお。だからもうずっと同じ味。どういうことだよ。最初の美味しさを。そう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 。それが言いたかった。追体験できるってこと。そうそうそう。合うわ。Today's メロンソーダポイント。いや、そうだね、俺これメロンソーダだっていう。まだ持ってるでしょ、メロンソーダだって。Today's メロンソーダポイント。バーン、コーつけがたい。ですポイントじゃないポイントじゃねえし。うわ、出ました、コースつけがたいでした。出ましたなの、これ。出ました。みんなお待ち望んでたやつ。みんなの今年の抱負ある？今年の抱負、うん、もうでもあと2ヶ月とかでしょ。そうですね。やり残したことまだ俺めっちゃあるわ。マジ、そんなに？今年やること俺100個ノートに書いてる。へえ、そんなことしたんだ。まだ半分ぐらいしか終わってない。え、それってケントゥの休憩室だっけ、部屋だっけ。あ、私生活、うん、の方では発表してんの。いや、してない、誰にも言ってない。それ俺ら言っちゃったの。ね、1個ちょうだい。いや、100個あるってことしか言ってない。あ、なるほどね。じゃあ今から1個なんかできそうなことないの。今からこの場で俺らの協力を得ることでできること。 MacBook を買う。これが一番簡単なの。マジかよ。そう、なんか俺場所系とかが多い。なるほど、ね、どこどこに行くとか誰らに会うとか、ね、じゃあ今からレンタカー借りていく。しんどいよ。間違いない。
でもいいねそれ。うん。ね、100個決めんのいいね。おすすめですよ。年末に来年100個何しようかなって。あ、じゃあ俺配信しようかそれ。いいと思う。意外とできないから。じゃあ今年の目標、来年の目標100個決めるにしよう。そうだね。今年の目標は来年の目標100個。で毎月月頭に見返して、うん、あこれやってないわとか思い出す。すごいな。でもそれなんかビジョンノートに出てるね。まあそんな感じかも。うん、なんか貴重な栄養源なんだから食べなさいすぐに。誰なんだろう。モデル誰なんだろう。いやもう2時半だよ。はい。どうすればいいの2時半って。何これ？どうすればいいの？もう分かんない。何をすればいいのかもう俺たちには何もない。何しても不正解だから。今寝るのも不正解だからそれなんか。ということで、はい、はい、あ、美味しかったでございます。美味しかったです。ごちそうさまでした。作ったの僕でした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。正解は検定です。誰がクイズやってないの？ということでね、番組冒頭で今日の料理は誰が作るでしょうかっていうねものでしたけれども、正解は検定でした。雑魚クイズやってないのよ。正解した方にはですね、後々ステッカーをプレゼントします。何度だよ。よろしくお願いします。Pさんのあのガラクタ1号のガラクタ1号のステッカー。あれあの令和層にね15枚ぐらいストック置いてあったのに。いつの間にか捨てられてますひどい場所だ。おしいよ、うんね、ゴミと判断されました。ステシンがいるから捨て金は捨てられましたね。ごちそうさまでした。あ、また胃袋を掴まれてしまった。うわーに胃袋を掴まれている。あかわいそうに。うますぎてね、こういうことになっちゃうんですよ。ケントゥのご飯食べるとうますぎるからしょうがないです。これやっぱり彼喜んでる、幸せなんですから。踊ってる、苦しそうに見えますけど彼幸せそうなんで。最後にね、よかったね、ケントゥが作ってくれたご飯食べれて。こんなもんでいい。あ、どうした